真ん中群馬元気情報。この時間は群馬県伊勢崎行政県政事務所の提供でお送りします。真ん中群馬元気情報。この時間は群馬県の情報をお伝えします。本日は第70回企画展、北極と南極、生き物たちが巡る海と陸のご紹介についてであります。お話しいただくのは群馬県立自然史博物館の綾浩二さんです。おはようございます。よろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いします。はい、それでは早速ですが、まず今回の企画展の内容をご紹介してください。はい、群馬県立自然史博物館ではあさって7月20日より第70回企画展、北極と南極、生き物たちが巡る海と陸を開催します。皆さんは北極や南極と聞くとどのようなイメージをお持ちですか？北極と南極は地球上で最も寒い場所、厳しくも美しい雪と氷の世界です。極地の成り立ちから陸と海の生き物たちが織りなす地球規模のダイナミックな姿をお楽しみください。はい、わかりました。それでは今回の企画展の目玉というのは何なんでしょうか？はい、企画展北極と南極、生き物たちが巡る海と陸の目玉は、なんといっても日頃目にすることが少ない北極と南極の生き物たちが大集合することです。北極からはホッキョクグマ、大陸オオカミ、ヘラジカ、トナカイ、ホッキョクギツネ、シマフクロウなどの標本が展示されます。一方、南極からはカニクイアザラシやコウテイペンギン、アデリーペンギンなどの標本が展示されます。特にコウテイペンギンとアデリーペンギンの標本は第一次南極観測隊が持ち帰った貴重な資料です。この機会にぜひご覧ください。はい、わかりました。それでは他にもどんなところがおすすめかご紹介していただいてもよろしいでしょうか？はい、生き物たちの他にも初代南極観測船宗谷ゆかりの品々を展示します。日本の南極調査の歴史を伝える貴重なものばかりです。また史上最大の哺乳類であるシロナガスクジラの大きさを体感できる実物大の横断幕やイグルードームを模したオーロラ投影シアターもあります。涼しい自然史博物館で北極南極の自然を体感してください。はい、わかりました。お話をお伺いしますと、なんか夏なんだけど涼しくなりそうだ、そんなね企画展の展示楽しみですね。そしてこの企画展に関連して行われるイベント、どのようなものがあるのかご紹介お願いします。はい、この企画展に関連してたくさんのイベントを企画しています。今日はその中で3つご紹介いたします。7月21日日曜日に行われるワークショップ、食を通じて考える地球の未来シーズン1です。魚食普及推進センターの早竹忠俊先生を講師に、ながらみという会を磨きながら地球環境について考えます。2つ目は7月28日日曜日に行われる講演会、バイオロギングで探る極地の海鳥の生活、ペンギン、海ガラスと温暖化の影響です。国立極地研究所の高橋明則先生を講師に、動物に記録計を取り付けてその生態を調べるバイオロギングという手法を使った南極調査について講演いただきます。3つ目は9月1日日曜日に行われる講演会、南極フィールド調査から探る南極氷床の融解メカニズムと海水準上昇です。国立極地研究所の菅沼雄介先生を講師に、南極でのフィールド調査について講演いただきます。
いずれのイベントも詳しくは自然史博物館ホームページをご確認ください。皆様のご応募をお待ちしております。はい、わかりました。お話をお伺いして関連イベントも楽しみですね。それでは最後にリスナーの方に向けて一言お願いいたします。自然史博物館第70回企画展北極と南極、生き物たちが巡る海と陸では、普段見ることのできない北極や南極の生き物たちが大集合します。今年の暑い夏は涼しい自然史博物館で北極南極の自然をぜひ体感してください。小さなお子様から大人の方まで皆さんに楽しんでいただける内容となっておりますので、ご家族やご友人などお誘い合わせの上、皆さんでお楽しみください。はい、ありがとうございました。さあ、というわけで本日は第70回企画展北極と南極、生き物たちが巡る海と陸についてご紹介いただきました。改めて私の方からもご紹介します。第70回企画展北極と南極、生き物たちが巡る海と陸、こちらはシーズン1が令和6年7月20日土曜日から9月の8日日曜日まで、そしてシーズン2は令和6年9月14日土曜日から12月8日の日曜日までとなります。ただし9月の10日火曜日から13日の間は企画展の観覧はできませんのでご注意ください。時間は午前9時半から午後5時まで、場所は自然史博物館となります。参加費一般1,000円、高校生大学生は500円、また中学生以下は無料となります。最後にお問い合わせ先です。自然史博物館、電話 0274-60-1200、 0274-60-1200 までお問い合わせください。さあ、というわけで本日は第70回企画展北極と南極、生き物たちが巡る海と陸のご紹介について、自然史博物館の綾小路さんにお話しいただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。